マッピーランド a 星フ。昔ですね、マッピーランドというちょっとゲームがあったんで、ちょっとですね、それをですね、あの頭の外のところにピッと置いてですね、ちょっとしてみたんです。そうしたら、バーチャルリアリティの世界、マッピーランドの世界になりましてね、<laughs> 私はですね、それではこう歩きました。歩いて行ってるんですけどね、そこにですね、なんかゴムがあるんですね、そこのゴムにボッと乗るとですね、わーっと飛んでいくんですね。まあ、トランポリンの夜で飛ぶわけなんですよ。 で飛んだりとかするんですけどで屋根の上まで行った時にフッと飛んでですねそこでこうポーズをしたりとかしてまあいろいろとするわけですよ飛んだわけにね飛ん,で飛んでる時にねで私はですねそうやってそのマッピーの世界に来たんかなと思いましてねまあちょっと歩いてたんですけどマッピーのその,あの世界っていうのはまあオリジナルで作ったらいい話であのスタート地点のところにちょっとあのコース変換装置っていうのがありまして でそれをボジッと押すとですねそのマッピーの世界がそのコ,スコースがですね世界のコースがワッと変わるんです、ね、で何回もこう押すたびにマッピーの世界のコースがどんどん変わっていくっていうなんか不思議なそのバーチャルリアリティの世界に来ましてねでそのボタンをボチボチと押してコースを変えてですねゴールしていくというのがなんかあのー、そういう風なゲームになったんですねで私はですねそう,そうするとですねそのもうつちょっとスイッチがありましてそのスイッチを押すとですね そのマッピーランドに作られているゲームを制作するつまりプログラム自体を変換するその装置ができるっていうスイッチがありましてそのスイッチを押しましてであのキーボードそこのスイッチのところにキーボードがありましてそこにブブブとキーボードバーッと打ったんですねそうするとですねマッピーの世界がですねこう変,変わっていってですねそれをそのバーチャルリアリティで楽しむんですけどまあ私はですねそのマッピーランドの世界のその,そのプログラムをバーバーババッと書きまして でそれで制作していたんですけどもでそれでですねゴール行った時にですねちょうどですねそこに、あのー、ゴールのテープゴールのテープがあったんですねそのテープをですねショッと行きましてねファッと弾けましてねそしてゴールしたんですよ。で私はですねそのゴールしながらですねマッピーの世界はなんかあんまり簡単な世界やったなぁと思いましてね思ったんですけどまあマッピーの世界をゴールしまして。 で次の面に行ったんですね。次の面に行った時にですね、またスタート地点ですね、ゴールのその変換装置とかですね、あゴールの変換装置じゃないすあの,みあのゴールまで行く道筋の変換装置とかですね、プログラムをこう変えるその装置があるんですね。またそこで装置でこう、ボボボとキーボードでプログラムを打ちまして、そしてそこで、あのそれをガシャッとしますとですね、 ぶわーっとマッーーとマの世界ゲームが変わるわるけなんです、ね、でいきなりですねスタート地点に戻ってきたと思ってたらその上の方からスタート地点がバッと戻って戻ってあの今のゲ面についたとかなんかそんなような,なんかちょ変わったあの政策にもなってるんですけどでそれでですね私はですねゴールしまして今に至るわけなんですね。